グワカルオ、すぐはカルオのお暇なら映画でも。洋画を見るならやっぱり聖書は知っといた方がいいでしょうシリーズ第6回、創世記第6回ということですね。洪水の第3回となります。さてですね、地上には雨が降り続いています。ザーッと、もう土砂降りですね。咳を切ったようにというか、バケツをひっくり返したようにというか、もうとにかく土砂降りが降り続いております。40日40夜降り続いております。まさにこの日ですね、ノアも息子のセム、ハム、ヤフェト、そしてノアの妻、3人の息子の嫁たちも箱舟に入りました。動物たちも箱舟に入りました。ノアは後ろ手で戸を閉ざしました、ということで、またノアが箱舟の中に入りました。箱舟から出たっていう文章、描写は一回もないんですけど、ノアが箱舟に入ったっていうのはもうこれで3回目ですよ。3回目っていう感じですね。だって一番最初は箱舟に入りました。次、雨が降り出して箱舟に入りました。そして40日40夜降って箱舟に入りました。この時やっとノアは後ろ手で戸を閉ざしましたということですね。ちょっともう40日40夜降ってんだから、もういい加減入ってなきゃダメですけどね。もう一回入りました。さて、洪水はですね、40日間続きました。水かさがどん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 増えて、箱舟はとうとう浮きました。ほわっと浮きました。山という山はすべて水で覆われました。そのさらに上の15アンマまで水は達しましたということですね。まあ山という山すべて覆われて、さらにその上15アンマ、およそ 6.5 メートルぐらいまで、水はこう、なみなみと地上を覆ったということですね。地上の人間も動物たちもすべて息絶えました。水は150日間地上で勢いを失いませんでしたということで、ついにですね、神様による大虐殺が実行されました。恐ろしいですね。全員死亡です。いやー、怖い怖い。ノアはですね、神様からのお告げを聞いてですね、ああ大変だと、箱舟を作ろうってなって、で、まあ、トンテンカンテン箱舟を作るわけですね。その時近所の人たちがこうやってきて、おいノア、まあ、何やってんだと、こんな山の中でなんでこんなところで船作ってんだと、船作るんだったら海行けよと、意味ないよ、何やってんのって言うと、ノアが、いや君たち大変なんだ、これから大洪水が起こるんだ、私は神の声を聞いたんだ、君たちも箱舟を作って避難できるように準備した方がいいよ。はあ、何言ってんの、そんなわけねえじゃん、世界が終わるとかありえねえし、バーカっていう、ノアの言うことを町の人は誰一人聞くことがありませんでしたという有名なエピソードがありますけど、これは聖書の中には入っておりません。聖書にはこの描写はなくですね、ノアは神様の言うことを聞きましたっていうことを書いてあるだけですね。このエピソードは一体どのエピソードなんでしょうか。まあ、ちょっと調べてみたんですけど、ちょっとわかりませんでした。どこで付け足されたエピソードなんでしょうか。他の、神話とか伝承にあったものなのか、何なのかはちょっとよくわかりませんね。ということで、まあ、しばらくこうプカプカ浮いているとですね、水がようやく減り始めました。第7の月の17日にですね、箱舟はアララト山の山の上に泊まりました。そして第10の月の1日には山々の頂が見え始めましたということですね。アララト山という山、まあ、非常に標高の高い山で、ここの、ところに船はこうちょうどね、座礁したというか、引っかかって止まったということになるわけですけど、このアララト山というのはトルコにあります。
このトルコにあるアララト山はですね、標高5137メートルという非常に高い山ですね。ただしこの山がアララト山と呼ばれるようになったのは12世紀以降です。だからもうだいぶ、後ですね、この聖書のお話のだいぶ後になってこの山はアララト山というふうに呼ばれるようになったわけですね。もちろん聖書に出てきたアララト山になぞらえて冒険者たちとか、そういった人たちからそう呼ばれるようになったということです。このトルコにあるアララト山が聖書に出てくるアララト山だということは、全くありません。まあトルコ政府とかはこここそがあのアララト山なんだというふうに言ってますけど、これといった証拠というかそういったものは全くありません。でそれからですね、さらに40日経過してノアは箱舟の窓を開けてカラスを放しました。カラスちょっと飛んでけーとやったわけですね。でもそのカラスはね、窓を出たり入ったりを繰り返すばかりでした。なぜかというと地上にカラスが止まるようなものがないからということですね。なことはねえだろうと思うんですけどね、すでに山の頂が見えているわけですからアララト山に船は止まって他の山の頂も徐々に見え始めているっていう状況ですから、どっかには行けるんじゃねえのっていう気はしますけど、まあでも食料がないとか、まあそういった感じでカラスは帰ってきたんでしょうね。次にノアはですね、鳩を放ちました。でもその鳩もすぐに帰ってきてしまいました。カラスだからダメだったのかなと、鳩にしてみようかっていう風になったんですかね。カラスは1回でお役御免になってしまいました。そこからさらに7日経ってもう1回鳩を窓から放しました。するとその鳩はですね、しばらく帰ってこずにですね、鳩帰ってこねえなーって話していたら夕方になって箱舟に戻ってきました。クッコー、クッコーと言いながら鳩が戻ってきました。そしてその鳩はなんとですね、くちばしにオリーブの葉を加えていましたと。クッコー、オリーブクッコーということですね。それを見てノアはですね、あ、地上の水が引いたんだということを知りました。ノアはもう7日間一応ですね、多分ね、船の中に留まって、そしてまた鳩を放ちました。その鳩はもう船には帰ってきませんでした。ノア601歳、最初の月の1日、1月1日お正月ですね、地上の水が完全に乾いたということが分かりました。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。いつもより多く回っております。クラ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 、おめでとうとなったわけですね。で神様は言いました。さあみんな箱舟から出なさい、そして子を産み増えなさいというふうに言ったわけですね。さて地上に出たノアはですね、主のために祭壇を作りました。そして全ての清い家畜と鳥を焼き尽くす捧げ物として祭壇に捧げましたということですね。主はなだめの香りを嗅いで、もう二度と大地を呪うことはしないぞと、人が心に思うことは幼い時から悪いのだ、私はもうこんなことはしないぞというふうに言いましたということですね。箱舟から出たノアは主のために祭壇を作って、そこに捧げ物、まあ生贄を捧げたわけですね。せっかく苦労して生き残らせた動物をまずは生贄として主に捧げるっていうのはもったいない感じがしますけどね。これがしばらく経って何年か後にノアが、動物もある程度増えてきたから、この中から、主に捧げるための生贄を、見つくろうということをしたのか、それとも箱庭から出てすぐノアがやったのかは何とも言えないんですけど、書いてないんで。ただ埋めよ増えよって言ってるにもかかわらず、いきなり全種類ですからね、書いてあった感じだと全ての清い家畜と鳥をって書いてありますんで、
せっかく集めた7つがいずつ集めた動物の全種類を1匹ずつ捧げ物にしてしまったっていうのはちょっともったいない感じがしないでもないかなという気がしますね。で、焼き尽くす捧げ物というのがあります。これは全焼の生贄というふうに言われるものですね。まあこれに選ばれるのは若いお牛とか、オスの羊とかオスのヤギとか、鳥とかなんですね。で、全焼の生贄っていうのはどういうものかというとですね、まず祭壇の前でこう体を切り裂きます。ブラッと、まあ、牛とかのね体をバーッと切り開きます。切り裂くわけですね。そうすると血が出てきますよね。ブローッと血が出てきます。この血をですね祭壇の周りにこう注ぎます。こうピュ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 ッと、おー血が出たと、こう祭壇の周りにこう血を注ぎます。で、この捧げ物を切ります。ダッパ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 と切って、あ、切る前に皮を剥ぐんだな。まず皮を剥いでですね、さっとで切って、祭壇の上にこう置きます。で、頭とかも綺麗にこうパッと置いてですね、で、この祭壇の上で焼き尽くすんですね。完全に焼き尽くすということです。ブワーと全部を焼き尽くす。これが、焼き尽くす捧げ物、全焼の生贄というものですね。この生贄はですね、自分の身代わりとして生贄を捧げているわけですね。だから今回のこの焼き尽くす捧げ物はノアの代わり、ノアとノアの家族たちの代わりとして生贄として捧げたものですから、状態のいいものを選ばないといけません。生贄にしてどうせ死ぬ殺すものだから、まあ、なるべく状態の良くない、あんま食べる価値のないこいつでいいや、こいつを生贄に捧げましょう、じゃダメなんですね。全部の中で一番状態の良いものを生贄として、神様に捧げるということをしなきゃいけません。なぜなら自分の身代わりですからね。これをすることによって主への完全な服従というのを表すわけです。ノアは主に完全な服従を、したということがこれでわかりますね。まあ主はですね、世界を滅ぼす力を持っていますから、逆らわない方が絶対にいいですね。私はもう二度と人を滅ぼさないって言っていましたけど、逆鱗に触れたら何するかわからないんで、ははーとやっといた方が絶対にいいと思います。さて、主はノアに言いました。産めよ増えよ、すべての命あるものをあなたたちの食料とするがよいということですね。ただし肉は命である血を含んだまま食べてはいけないぞと言いました。命である血を含んだまま食べちゃダメということですね。つまり血というのは命なんだということですね。命というのは血なんだということですよね。まあ命を取るようなことはしちゃダメよみたいな、そういったことを言ってるんじゃないかなというふうに思います。主はさらに続けます。また命である血が流された場合、私はあなたたちに賠償を要求する。どんな動物からでも賠償を要求する。人間同士の血の場合は人間の命を賠償として要求する。人の血を流す者は人によって自分の血を流されるのだ。私はあなたたちとその後に続く子孫と契約を立てる。二度と洪水で滅ぼすようなことはしない。契約の印は虹だ。虹を見るたびに私はこの契約のことを心に留める。分かったな、というふうに主は言いました。まあ、契約と賠償っていうのがね、いかにも僕らが想像するキリスト教という感じがしますよね。こうなんかきっちりしてんなみたいな、そんな感じがありますね。この契約、取り行ったこの契約は主とノアの間で行われたものではありません。ノアとノアの子孫たちと主との契約なわけですね。
私はあなたたちとその後に続く子孫と契約を立てるというふうに主は言っていますから、ノアだけではありません。ノアの子孫たちとも契約を交わしたということになります。これはつまりどういうことかというとですね、今現在世界にいるのはノアの家族だけなんですね。全員全滅しましたから、今現在、地上にいるのは、地上にいる人間はノアの家族だけです。つまりノアの家族以降に生まれてくる全人類はこの主との契約をもうすでに生まれた時から交わしている状態だということになるわけですね。もう最初から交わしている状態なんだということです。で、まあ、消費者金融ね、借りる場合もよく言われますね。契約内容はよく読んで確認しないといけません。主は何と言っていましたか？もう二度と洪水によって滅ぼすことをしないというふうに主は言っていましたね。もう一回言いますか？もう二度と洪水によって滅ぼすことはしないということです。つまり洪水以外の可能性は残されているわけですね。契約の中に入っているのは洪水で滅ぼすことはしないですから、洪水以外で滅ぼすことはまああるかもしれないけどねっていうふうに主は言っています。おっかないですね。守った方がいいんじゃないかなという気がします。ということでこの辺で終わりにしたいんですけど、ちょっとキリがいいんでね、次まで行って今回は終わりにしようというふうに思います。次はノアの息子たちのお話ということになります。ノアはですね、地上にこう出てきて農夫となりました。ブドウ畑を作ったわけですね。まあワインを作るのに、いいブドウですね。でそんなノアある日ですね、自分が作った酒を飲んで酔っ払ってですね、天幕で裸になっていたわけですね。こう裸で踊ってました。あらえっさっさ気分いいぜ、ウェーイウィエーフォーと天幕で一人でこういい気になって踊ったりしていたわけですね。天幕っていうのは、移動式のテントのことだというふうに思っていいと思います。この当時は移動式のテントで、みんな暮らしていたということですね。でこの親父がですね、ノアがへいへいへいブランブランとかやって楽しんでいるのをですね、こうああ今日も疲れたな、よいしょって言って帰ってきた息子のハムがはっと言って見ちゃうわけですね。え、親父何やってんのと、やべえやばいやばい、親父裸で踊ってんぜっていう風になったわけですね。でちょっとそーっと見なかったふりをしてですね、兄弟の、セムとヤフェトのところに行ってこう言いました。ちょい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 やべえよと、親父が全裸で踊ってんだけどというわけですね。まあ当然セムとヤフェトもですね、はと、何やってんだあいつってなって、まあセムとヤフェトはこう服を持ってですね、親父の裸を見ないように、ノアの裸を見ないように後ろを向きでこう歩いていって、こう父さんに服を着せてあげました。で、あの見ないまんまこう出ていったわけですね。もう自分の親父の裸踊りなんて絶対見たくないですよ。やだやだ絶対やだ。で、こう寝てたんですね、ノアは。寝た、あーって起きた時に気づいたわけですね。あれ、俺息子のハムに全裸を見られたような気がすると。あの時のあの恥ずかしいやつ、ハムに見られた、絶対見られた、あれは夢じゃない、確か見られてた、うわー、いやーいやいや、それちょっと、いやーやだーとなったわけですね。でハムに見られたことに気づいたノアはこう言いました。カナンが呪われなさいと、奴隷の奴隷となって
兄たちに使えなさいというふうに言いました。カナンというのは、親父の裸を覗いたハムの息子です。ハムのことを呪ったんじゃないんですよ。ノアは自分の裸を見た息子の息子、まあ末っ子なんですけど、カナンはハムの息子を呪ったんですね。最悪ですよこの親父。なんにだって自分が裸踊りしてたのが悪いのにね。でノアはさらにこう言います。カナンはセムの奴隷となれ、ヤフェトの土地を広げ、セムの天幕に住まわせ、カナンはその奴隷となれ、ということですね。自分の孫ですよ。自分の孫に向かって、お前の親父が俺の裸を見たからお前はもう奴隷だ、というふうに言ったんですね。ひどいです。ハムの息子のカナンはですね、ノアによって呪われてしまいました。なんてこったい、ということです。どうすればよかったんだよとなりますよね。見て見ぬふりすればよかったんでしょうか。でもそれだと嘘をつくってことになるんじゃないのかなって。この辺はなんとも、まあノアも人間ですからね、感情に任せてこういうことを言ってしまったんでしょうということですね。ということでハムの息子カナンは呪われてしまいました。呪われたカナンの子孫たちはですね、まあ、後にカナン人と呼ばれるようになります。まあ、これから少し後のお話になりますけど、このカナン人はですね、あの有名な神の怒りを買って滅ぼされたですね、ソドムとゴモラの住人ですね。ソドムとゴモラの住人はカナン人ということになって、まあ、呪われ続けるということになるわけですね。ノアさんはですね、洪水のあと350年生きて950歳の時に死亡しました。長生きですね。いやいやちょっと待てよと。確かあれは第4回の時に言ったんですよね。神様は人間がいつまでも長生きしているのは良くないから寿命を120年ぐらいにしようと言ってたにもかかわらず、ノアは950歳まで生きました。これは何なんでしょうか。徐々に徐々に寿命は縮めていくということなんでしょうかね。よくわかりません。ということで今回はここまで。ノアの箱舟のお話はこれで以上です。次回はですね、これまた有名なお話、バベルの塔についてのお話というふうになります。ということで皆さん、また次回お会いしましょう。さよなら。チャン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 チャ